爆弾を発見して開始。 IQ の使い方未だにわからない。おー、 IQ の使い方か。 IQ はなんか今シーズンなんかこのアップデートされて、この機械がなんかあるかな、ああいうカメラとかにエイム合わせてピンつけると味方にピンが共有できるっていう、このシステムが増えた。ここにガイドあるよとか。で、これがパルスとビジルにも反応するらしい。あとこの、こいつカメラ見てるぞっていうのも共有できるらしいよ。あ、それモンタニさん。あ、俺何のためにピンつけてあげたんや。って言うのが。うえ、まだ見る。あ、ナイスタイミング。ああ、そっか、確かに。IQ ハンドガンじゃないとこれ、デバイス起動できないっていう仕様があれなのか。ジャッカルとかね、オーデンみたいなシステムにしたら確かに、それはいいな。やっぱり初代オペレーターだからね。かわいそうに。どんどん新しいオペレーターは、メイン武器使いながらでも、足跡トラックしたり、スモークの中見えたりとかしてんのに。距離は確か俺20メーターだったかな。デバイスの探索距離は。20メーターだ。ここに ADS あるよとか、爆弾を見つけた、ここにイビレあるよとか、あれなんだ、バルカメか。マガジンを変える。上にもバルカメある。よくここでね、バルカメここら辺投げて、ここで見てるやつがいるから、そういうのも分かりやすいから、そう考えたら相手強いな。あ、もうあれ、スマホ見てるな、あいつ。マガジンを変える。ここにいるわね。相手ただち。あ、やめたな。その、この一瞬で抜いてくるか。うめえな。リージョンがある。爆弾が見つかった。イエーガー。バンディット。誰がいる？お、パルスがいますね。パルスちゃんいるよ。はあ、もうここまで思い通りに行くとなんかもう笑っちゃうね。あれになんかこの辺にいるっすよね。
丸になるか。すごい焼き方してる。あのマーヴェリックセンスなさすぎじゃない？取られた罪だな。おいえ。敵部隊が爆弾を発見。強すぎだろ。ああ、ごめん、外した。ごめん、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 ごめん。
今から PCC しかっても遅くないですか？全然遅くないっすよ。あ、あれ。よし。お、はい。外とそこか。あれ、IQ だ。IQ じゃない方が飛んだ。ナイスさせねえよ。なんだあいつ。どっから来た。一人ここにいて、一人セキュリティ側にいて。バレてる。なんだドローンが、ドローンどこにあるの。すでに手遅れ感があるけど、やべえ。俺の後ろと、勝てー、危ねえ、怖えー。セーフ。アップルさんのファーベーラ、カベーラ懐かしいです。昔のカベーラはもっと最強だったんですけどね。
中のダメージ99で、弾数多くて、リコイルめっちゃ少ないっていう。あの頃の壁入れは普通に考えて強すぎたもんな。二人はいるな。こういうことだな。あくそ。ノーダメージ。オーマイガー。階段のショットガンが強いっていうのはこういうことだな。バリケードあるかと思ったらバリケードなかった。お、ナイス。あのテルミットやり手だな。ストロング柱裏と、あ、裏上がりとかしてるな。なんだこの足、壁に刺さってた。教室入ってる。やめて。飛ばないか。
上にいるな。最近工事の勉強をしているのですが、ソロで潜るときは車線通り過ぎるのがデメリットに感じてしまいます。経験値でどんなになるのでしょうか。まあ勉強がてら開けるのは別にいいと思うんですけど、使わない、自分が使わない車線を無駄に開けとくのはまあ、マップによっては微妙なときもありますよねっていう感じかな。そこ車線通して戦ったら強いよね。でもそこで戦わないなら別にそこ開けなくてよくないっていうのがたまにあるんで、まあそういうのは開けない方がいいかなって感じ。なんかポイントやばくない？入ってるよね。危ない、なんかドロップショットみたいな。まだ屋上にいるな。W21 と、メイン階段下に行ったバッグと、まだ屋上に一人いる。多分 W2 になるやつだ。おお、ナイス。バッグが死んだから。あ、壊された。なんでや。壊せないわ。ラスト、トゥイッチ。適当に言ったら当たった。これはマグレ。